大月かぐや、この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いや、インドラとアシュラか。違うよ母さん、やつらはナルトとサスケ、二人の転生者さ。クロゼズ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ、ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母カグヤのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はかぐやだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも、俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だからな。母のいない間のすべてを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞね、母さん。そうか、ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、わかってるな。お、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。なんてチャクラしてやがんだ。まだ不死じゃない。こんな奴がいるとはな。せいぜい怯
して無様に散るがいい。これだけの規模がすげえ。真の実力を出していない。おいおい、まさか なんだ甘い。ここはわらわの空間だ。お前たちは何もできない。まだ変えるとは。母さんとお前たちとでは力が違いすぎるのさ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動けねえ。くっそ。
そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと。アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。行いの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのか。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。罰なりだ。確かにお前の言う通り、失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。無駄だ。どんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかない小さな光だ。俺の全ては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。飛べ。お前にもう一度選択を与えたい。だからお前たち二人は死に残りの飯からが立ったところで結局は何もできやしないのか。分かっている。だがそれでもやらなければならないことがあるんだよ。時間稼ぎができれば。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体が重え。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。
さっさと終わらせてこの空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オビト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人っきりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ずホカゲになれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前は。すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだ、なんだよカカシ。そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで。最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さん。